はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビジです。では今回は大戦略大東亜攻防史3続きをプレイしていきたいと思います。ここはステージクリア型のゲームになっているようで、前回はですね露強行事件をプレイしました。で今回はこれちょっとごめんなさい、勉強不足で全然知らない事件なんですけども、超古法事件というね、ソ連とのいざこざを描いた事件になるようです。この後ナレーションが入りますので、詳細はそこで見ていきたいと思います。で今回この事件に動員する兵力なんですけども、やっぱり航空戦力はむちゃくちゃ使い勝手がいい、有効だっていうのがよく分かったので、ここはですね航空戦力ちょっと多めに入れましょう。旧3式の立候これを全部で2ユニットほど投入していきたいと思います。お金をね結構使っちゃうんですけど、まあここは致し方なしというところですかね。あとは8旧式の抽選車、これを何両か、まあ、4両ぐらいかな、大してお金はかからないので4両作っちゃいましょう。お金がかかるのは実はこの生産じゃなくて投資のところでむちゃくちゃお金かかるんですよね。あとは救護式の重戦車、これどうやらレア機体のようですけども、これも1両生産します。あとは歩兵を輸送するトラックですね、これも4両ぐらいですかね、生産しちゃいましょう。歩兵の数ももうちょっとあった方が安心かな。3部隊ほど増強します。で登場する人たちは変わらずですね、川本磯六、まあこれ山本磯六さんがモチーフだと思います。あとは、南雲忠一さんがモチーフになっていると思われる北雲忠一さん、彼らもね一応今回もラインナップに入っているようなので、このまま戦線に加わってもらいましょう。で投資のところなんですけども、技術開発はね経験値を積んでいく以外に今のところスピードアップする方法がなさそうなので、このまま頑張りましょう。で一番お金がかかるのがここなんですよね。士官の連動が上がりやすくなる、これも入れたいでしょう。あとは航空機の開発連動が上がりやすくなる、これも欲しくて欲しくてしょうがない。あとは地上兵器もね、これボーナス取っていきたいですよね。造船の開発も取っていきたい、これがねもう結構な金食い虫なんですよね。なのでこのあたりはお金をね、ここに投入することを前提にしっかりと貯めて節約していきたいと思います。あとね気象予報ができるようになるとかね、ちょっとこういうユニークなものもあったりします。あとは占領した施設からの収入が増える、その他だと生産系のコストが減少するっていうものもありますが、今のところ生産系のコストで困ってるところはないので、ここはお金を開発に投入します。ギレンの野望では開発をサボったがゆえに今ひどい目に遭ってるので、ちょっと同じ鉄を踏まないように考えてプレイの方を進めていきましょう。ではこれで出撃していきます。作戦開始です。ソビエト軍は満州国とソビエトとの国境不確定地帯の要害超古法の頂上に陣地を構築し兵力を増強してきた。これは明らかな越境行為であり、ソビエト軍の満州国に対する侵攻である。直ちに陣地構築中のソビエト軍をかの地から一掃せよ。はい、ご覧いただきました。というわけでこちらがマップですね。早速雨だな。ここにね、まあ雷雨予報みたいなのが出てますけどね、マップはこんなマップになってます。でこのしっかりめの橋は戦車が渡れます。で木の橋だと逆に戦車が渡れなかったりします。でじゃあどこに木の橋がかかってるかというと、ここに実は木の橋がかかってます。リハーサルで確認しました。なので進軍ルートとしてはですね、戦車の装甲部隊をマップでいう右側から、そして歩兵部隊をマップの
左側から回らせていきます。トラックは一応ね木の上通過できましたので、じゃあそういう形で出撃していきましょう。飛行機は飛ばしても意味がないので一旦温存します。戦車部隊は今ご説明した通りの進軍ルートで進んでいきましょう。で、移動についてなんですけども、緑と赤の場所があると思うんですけど、緑のところはですね、まあ、通常燃料で進めます。通常の燃料の消費量ですというところで、逆にですね赤いところは、まあ燃料を多く消費して強行軍しますっていうね、そういうイメージになってますね。なので強行軍する必要がない序盤に関しては燃料を補給しながら進むというのがいいのかなと今のところは思っています。で、歩兵は左側から回らせると先ほど、まあ、説明はしたんですけども、占領するのは歩兵じゃないとできないので、一部はですねちゃんと右側の鉄橋ルートも歩兵を動かしていきたいと思います。まあ、あまり史実を知らない部分もあるので結構適当な形で進めちゃってますけど、この事件の時の実際のね日本軍とソ連軍の兵力差はどれくらいあったんでしょうね。なんか純粋にねちょっと気になりますよね。だいぶ多くの軍を今回、投入はしてますけど、実際にはねカツカツの中で多分やったとは思うんですよね。ここに敵がいますね。現在、早朝で天気は晴れなので視界良好というところです。ソビエト軍はパルチザン兵ですね。ソ連、まあ今でいうロシアですか。ここはね完全に未踏の地なんですよね。一度行ってみたいなっていうね思いは強いんですけどね。そう、ロシアでいうとエバーエルフィーちゃんっていうね、ポルノ女優がいるんですけど、むちゃくちゃ綺麗で可愛いんですよね。そのエヴァ・エルフィーちゃんみたいな人がいっぱいいるのかと思うと、死ぬまでに一度はソ連に、いやロシアに行ってみたいなってね思いますけどね。一応歩兵丸出しで進むので、歩兵が守られるかというようなね、形で戦車を先に出していきましょう。で、天気が晴れになってますんで、この晴れをいいことにですね、ちゃんと飛行機を飛ばしていきましょう。これもね勉強不足で本当にお恥ずかしい話にはなるんですけど、この Q3 式の陸上攻撃機というのがいかほどのものなのかっていうのはねちょっとね知りたいですよね。まず経路図見ると、この後、まあ、Q6 式の陸攻なのかなっていうのはね分かるんですけどね。 Q3 式の陸攻の後が Q6 式の陸攻、その後一式の陸攻とかになっていくんですかね。説明も見ましょう。日本海軍が初めて使った大型の総圧機、空母への搭載を目指していたが、各種の問題があり能力不足だったため少数が作られたにとどまり、練習機として陸上で運用された。もともとはじゃあ海軍で運用するための航空機だったんですね。まあ、大型の総圧機かつ空母、まあ黎明期というかね、初期の時には三段空母とかって呼ばれて、まあいわゆるね甲板が2つ3つと分かれた、まあ短いものだったので、なかなか当時の航空機の、まあ、性能だとね、うまく離発着できなかったのかなとか、まあ、そういう事情もあったのかもしれませんね。では爆走にして Q3 式の陸攻出撃させていきます。これもねエネルギーが結構消耗激しいので、あんまり無理はしないようにちゃんと通常燃料で移動できる範囲にとどめましょう。偵察機も飛ばします。超高砲の上にねちょっとじゃあ飛ばしますか。これでだいぶ敵の塊見えてきましたね。ちゃんと拠点に入ったらこまめに回復もしましょう。ソビエト軍が、
ど真ん中に入ってくる根性もすごいよな。まあ、せっかくなんでちゃんと美味しくいただきましょう。攻撃していきます。では航空隊前に進めて敵の歩兵部隊を駆逐していきます。できるだけ味方の損害少なく、敵にはね効率よくっていうね、まあ、当然のことにはなりますけど、そういうセオリー通りのプレイをしていきます。歩兵を撃破。航空戦力やっぱりすごく有効ですね。まあ、ただ燃料だったり弾薬だったりっていったものの消耗が激しいので、まあ割とすぐに引き返して、しっかりと補給をしてあげるっていうね、そういう必要性があるユニットにはなっています。あとは航空機はやっぱりどうしてもね足が速い、戦車とか歩兵に比べると圧倒的に足が速い、逆に言うとね戦車とか足が遅いっていうのがあるので、まあ、そこで、あまりね突出しすぎないようにある程度戦車とか歩兵の足のね速さというものを頭に入れておく必要はあるのかなというふうには思っています。ではこの橋の攻防ですね、まあ、橋はいつの時代もやっぱり敵のね、攻撃を加えるときは突破しなきゃいけないところだし、防衛する側はね絶対に突破されちゃいけないところだしっていうところですね、まあ、ただ強いな。ソビエト側の T26、この戦車が硬いな。はっきり言って9号式の重戦車では歯が立たなかったですね。8、9式の重戦車オツ型でどうかってところだな。なんとかこれを突破しないことには次に進めないですけどね。引き続き雨が降っちゃってるので航空機がねちょっと発進できないですね。夜間というのもありますし。そしたら磯六さんがいるんですけど、磯六さんに橋をかけてもらってちょっとここから突破できるようにしますか。ここの戦車がね硬いので、磯六さんは、まあ、本来であればそれこそね艦隊の司令長官を務めるような方ではありますけども、土木作業に従事してもらいましょう。これで一応ね、歩兵が渡れるような橋が出来上がっています。さあ磯六さんが作ってくれた橋を通って歩兵が突破できましたね。これで部隊を中へと送り込んでいきましょう。歩兵部隊を送り込んでます。まあ、そうこうしてる間にねなんとか敵の戦車を突破できればいいかなというところですかね。ようやく天気が回復したのでこれで航空機飛ばせますね。いやー長かったな。ようやく T26 戦車撃破できましたね。長かったな。では橋を占領していきます。橋を占領したら先に進めるようになりますね。いやこのマップなかなかしんどそうだな。敵の根拠地を制覇すればいいので、ここにある敵の根拠地狙いでいきますか。マップの上側にはね、まあ、戦車とかがいてなかなかしんどそうですよね。なので真ん中を突破して一気に敵の根拠地制圧を狙っていきましょう。そういう意味では磯六さんがむちゃくちゃいい仕事してくれたんじゃないか。また雨が降ってきたな。雨が降ってくるとどうしても航空戦力がね思うように機能しないというのがあるので辛いところではありますよね。また戦車が、今度は BT-7M。 捕虜収容所は占領完了してます。まあ、ただマップのね橋すぎるので、どうだろう、なかなかねあんまり使い勝手がいい場所ではないかなとは思いますが、この小雨だったらね一応航空機は動かせそうなので、航空機を使って敵を一掃しておきましょう。今の戦況がこんな状態です。
画面の中央付近にね、日本帝国軍の航空隊を展開しているという状態ですけど、敵の数まだなお多しというところですね。これを考えると生産を行った方が良さそうだな。せっかく磯六さんが橋を架けてくれたものの、その橋だけでは突破ができなそうなので、歩兵を4部隊ほど増強しましょう。それと、ちょっと型落ち感はありますが、89式の戦車、これも作りたいけど、もう最大か。格納数が最大。やられた。となると、ちょっと出さなきゃいけないんだな。次のターンで戦車と、あと、実は航空機をね、いつでもスクランブル発進できるように、もうちょっと用意したいなと思ったんですけど、それも格納庫の数の大きさ、つまり収納数だと思うんですけど、今収納数5に対して収納数マックスの5入っちゃってるので、これ以上作れませんよという状態になっちゃってますね。この収納数については ちゃんと頭に入れて生産をね、計画的にやっていく必要がありそうですね。はい、では長くなりましたので、今回は、一度ねこの戦いを途中ではありますが終了して、続きは次回やっていきたいと思います。磯六さんの建ててくれたこの橋、今のところかなり有効に機能してますね。湖が目の前にあるっていうのがいいのか悪いのかちょっと微妙ではありますが、まずはこのね敵の中央付近に展開しているところに航空隊を突入させてますので、航空隊で敵を一掃して、味方のね、陸上部隊を送り込んでいければいいかなと思います。目指すはここですが、まだちょっと遠いです。